皆さんこんにちは、手作り石鹸サポンデシエスタの月柴彩子です。毎日ね寒い日が続きますね。今日も札幌は外すごい大雪なんですけれども、今日のインスタライブでは私もそしてちょっと今日はねゲストもいるんですけれども、私たちも愛用させていただいている玉木新芽さんのニットについてご紹介をしたいと思います。で、玉木新芽さんは毎年年に2回、企画展でお洋服とそれからショールをご紹介させていただいているんですが、常設でもねお洋服、最近ご紹介させていただいていて、お客様からもすごいご好評をいただいています。で、今日はこの私が着ているこのプレインというニットについて、ゲストを交えながら、お話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では今日のゲストどうぞガオというわけで、今日のゲストは、はい、はい、ヒントは虎だったんですが、虎年の月柴博之です。はい、どうも皆さんこんにちは。先日ね、はい、ダンス動画シエスタ、はい、シエスタダンス部というものがありまして、ダンス動画をねご紹介させていただいたんですが、今年ね虎年なんですよね。はい、そうなんです。年男になりました。はいはいはい、皆さんよろしくお願いします。はい、先日トラトラトラって言って踊ってますので、もしよかったらそちらの方もご覧ください。はい、じゃあ早速に本題の方、ね、本題ですね。はい、私も着てます。はい、こちらですね。同じサイズ、そうですね、なんですよね。はい、今日私たちが着ているのが、玉木新芽さんのプレインというニットになっていて、サイズがワンサイズなんですが、すごい同じサイズを身長153センチの私と、はいはい、身長166センチですね、はい、の、主人が一緒に、ね、着ることができて、今年の9月のね、去年の9月の企画展で選んで、はい、最初私が選んだんですけども、めちゃめちゃ着心地が良くて、気づいたら主人も買っていたんですね。で、実際9月に買って9、10、11、12、1、5ヶ月着てみて本当に良かったので、改めてね今日皆さんにご紹介をしたいなと思って、男性にも女性にも良さを伝えたいと思ったので、今日はね夫婦でお話をさせていただきたいなと思います。まずどんなニットかっていうのをね最初にご紹介をしたいなと思うんですが、すごいシンプルなねニットになっていまして、丸襟で、でそれで裾がこういう太いリブになっている。でもプレインって名前の通りすごいシンプルなニットですよね。そうですね。はい、まあ、なぜ改めてこう紹介しようと思ったかというとですね、うん、まあ、9月の札幌ってだいたい気温がね10度台ぐらいにだんだん落ちてくる秋口ですね。うん、で今はですねマイナス10度とかになるんですよね。で室内は非常に暖かいと、うん、でそれでもこれ1枚でずっといけるんですよね。うん、でもちろん外に出るときにはダウンジャケットをこう羽織るんですけど、この上にダウンジャケットという形で、うん、まあ、氷点下の外もですね、うん、快適ですし、上着を脱いでこう家の中で過ごすのも快適と、うん、本当にずっとこう着ていたくなるような、うん、そういうニットなので、お客様にぜひご紹介したいと。うん、で残りがですね、うん、なんと3点となりまして、まあ、次にねこう入荷するかどうか分からない状況でもあるので、もうね入荷はね、うん、月柴さんもないんですね。あとね3点でおしまいになるんですが、はい、ちょっとブルー系のもの、それから、チャコールグレーにブラウンが入っているお色と、あとピンク系のね、3色がご用意があります。お気に入りポイントもうちょっと詳しくね話していきたいなと思うんですけど、まず、はい、本当季節長く着ていただけるっていうのがありますよね。うん、私も本当9月から今もかなり週2ペースぐらいで着てますよね。週に2回、はい、まあ、本当は3回着たいぐらいの感じですね。で2人とも下薄手のインナーの、シャツを T シャツ着て、でその上に1枚で羽織って、であとは、コートを着てっていう感じで普段過ごしてるんですが、すごいねシルエットが綺麗で、じゃあちょっと私がね着てる感じを、はい、ちょっとこう上はすっきりして裾にちょっと丸みがあって、でリブのところで押さえて、この最後のところがすっきりとしたこういう風なシルエットになっています。
ですごくシンプルなので、下がパンツでもあとスカートでも合わせやすいので、本当にね、あのボトムス選ばずに着ていただけるので、かなり、ね、大活躍なニットになります。でこのニットすごいシンプルでいいなと思って選んだんですけど、実際に着てみていいなと思っていたのと、主人が選んで着てるの様子を見て、あ、これこんなに凝っていたんだっていうのが気づいたところがあって、それがあの裾のリブなんですね。で裾のリブがちょっとよく見ると、太いリブとそれから細いリブが2種類こう編まれているんですね。でそれも一直線にこう行くわけではなくて、あの波を、ね、感じさせるようなこうちょっとこうラインがあるような裾のリブになってます。で後ろもこういうふうにちょっとラインがある感じで、これがあの全体的にはシンプルなんですけど、デザインにプラスを、してくれてるなっていうふうに思います、ね。で実際ね、つけしばさんもね着てみてどうですか、デザイン的に。そうですね、うん、あのまあ、デザイン的にはですね、うん、やっぱりいろんな遊びを感じられるので、うん、着ているとすごい楽しいですよね、うん、まずあの袖のところもこうくるくるっとこうしててですね、うん、やっぱり目に入るところなので、うん、あのこういったですね、こんな感じですね、はい、ちょっとした、はい、あのユニークなデザイン、見るたびにやっぱり楽しくなりますし、うん、こう襟元もですね、うん、ちょうどこの開き加減がちょうどよくて、そうそうそう、でこれあの全くストレス感じないというか、何も着てないようなこう感覚になるぐらいなんですけれども、うん、でも、まあ、十分ですねこう絞ってあるので、あったかいですし、うん、まあ、あんまりこう、ね、だらしなく見えないというか、首のこのラインがすごい絶妙なんですよね、うん、あのもうちょっと開いちゃうとだらしない感じになるし、うん、あのこれより狭いとこう苦しい感じになってしまうんですけど、あの本当にちょうどいいので、こうニットとかタートルの苦しさが苦手っていう方にはこれすごくいいと思いますね、うん、すごくいいです、うん、本当になんか T シャツ感覚で着れる感じなんですね。でここもくるくるっとしてるんで、うん、肌に当たらないんですよ、こう外側に丸まってるからね、うんうん、でこのやっぱり何でしょうね、裾のところも、うんうん、あの一直線ではなく緩やかなカーブなので、すごく自然な感じ、うんうん、ゆったりとした気持ちになりますよね、うん、リラックスして、着れますし本当にあったかいし肌触りもいいし、うん、着てて快適、うんうん、でしかも楽しい、うん、でまたあの色のグラデーションがすごい素敵で、うん、よく見るとですね、あの色がたくさんあるんですよね。私チャコールグレーで、ちょっとつくしばさん、うん、つくしばさん、ネイビーを着ているんですけど、実はこのニット特徴で4本ね糸使ってるんですよ。そうですよね。そうなので、うん、あの平坦に見えなくって、あのすごく遠目から見た時も立体感がある感じで、それがまたおしゃれですよね、うん、はい、で近づくとね、うん、本当にこうニュアンスが、うん、ありますので、うん、なんでしょう、あのすごい楽しいですよね、うん、本当に着てて ね、うん、ね、おしゃれに見えると、うん、で私ね今日本当につけしばさん、私一人でねライブをやってもよかったんですけど、あの主人に来てもらったのは、本当にこのニットはこう懐が広くて、私みたいな小柄な女性でもいいし男性でもいいし、なんかこういろんな方に来ていただきたいなと思って今日は来てもらいました、ゲストね。はい、そうですね、はい、で私ももう一枚欲しいなと思ったら、うん、もうないよって話だったんで、あ、これはお客様にまずお伝えしようと。なのでですね、はい、もしねちょっと気になる方がいらっしゃったら、あと3枚あるんですけれども、あのぜひあのいらしてください。であの今日もね雪がすごくてちょっと行けないなとか遠方の方は、あのお取り寄せお送りさせていただくこともできるので、よかったらお気軽にあのインスタの DM だったりとか、あとホームページのお問い合わせフォームからご連絡をいただけたらと思います。ぜひこの玉木さんのニット、あの着心地の良さを皆さんと一緒にねシェアできたら嬉しいなと思っています、はいはい、でちなみにこの下もね、うん、そうそうそう、玉木さんの、ね、この下も玉木さんのホワイトデニム で、これねムクなんですよ。それムクね、そうそう、玉木さんの服、はい、ムクともねすごい相性がいいんですよね。でホワイトデニムも、来週追加で届くのと、あと玉木さんから新作であの黒いブラックデニムが、実は登場したんですね。
でそれも来週届く予定なんですけれども、初めてのブラックデニムで私たちも届くのが楽しみなんですが、ワンピースとそれからボトムスが3種類ぐらい届く予定です。でまた届いたらリールとかでご紹介をしていきたいなと思うんですが、そのブラックデニムが3月の春夏の企画展の時にご紹介したいなと思ってたんですけれども、やらないらしいんです。まだ確定ではないんですけど、なので、来週の入荷で次またいつ出会えるかっていうのがわからないようなデニムになるので、ちょっとねお早めにいらしてほしいなと思います。ね、ちょうどね今いらしていただくとお店5倍ポイントキャンペーンっていうのをやっておりまして、じゃん、はい、お買い物ポイントが、5倍になるポイントキャンペーンを1月の末まで開催してます。でこの玉木さんのニットも5倍ポイントの対象になっていて、普段だと、これ6ポイントなんですけど、今回は30ポイントすごいたまるんです。で30ポイントっていうのが750円分の次回お買い物の、で使っていただけるポイントになるので、今だとすごいお得になるので、ぜひこの機会にねいらしていただけたらなと思います。2人でインスタライブですねとか、はい、実際に玉木さんのニットを着ている方の意見聞けてすごい分かりやすいですっていうコメントいただいて、皆さんありがとうございます、はい、これねすごいおすすめですよね。いやもう本当にね、うん、本当におすすめなんです。私ももう1枚欲しい、うん、2人とも ね、はい、もう1枚ずつ買いたいんですよね。毎日言ってますよね、はい、もう1枚欲しいって言ってそんな感じで、お店今手紙社さんの企画展もやって、5倍ポイントもやり、そして、玉木にいみさんのお洋服もこのプレインの他にもいくつかニットがあったり、ワンピースがあったり並んでいて、すごく楽しいね店内になっていますので、ぜひねお近くにお越しの際はお立ち寄りください、今日も良い一日になりますように。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。